ねぶたの出し灯籠青森ねぶたの出し灯籠現代の青森ねぶたの出し灯籠は人形型とも呼ばれるこのように多面体構成で組み上げられた優れて立体的な造形で広く知られているマスメディア等がねぶたを紹介するにあたってここに見るような青森ねぶたの出し灯籠を第一に上げないことは例外といっても過言ではないそれほどに代名詞的イメージが 青森ねぶたの出し道路には形成されている。2010年の作品例1期。主題は山幸彦と海幸彦。広崎ねプたの出し灯籠現代の広崎ねプたの出し道路は扇形とも呼ばれ、青森の人形型に比べて平面的造形である。2008年の作品例3期。主題は未確認ながら手前の1期は戦国武将か。 五所川原律ね豚の出汁道路2007年に作品例1期。津軽市木造のね豚の出汁道路2013年の作品例1期。大港ね豚の出汁道路2003年の作品例1期。浅虫ね豚の出汁道路2012年の作品例1期。ね豚とは古来日本で旧暦7月7日の年中行事として、すなわち、 七夕行事の一つとして行われてきた夏祭りの一、類型である。太陽暦の導入以降は、元来の七夕との関連性は薄れ、8月1日から1週間ほどかけて行われる夏祭りへと変容した。東北地方から北関東にかけて、東日本各地で行われてきたが、近世以降の津軽地方においては、とりわけ盛んで、祭りの形態も主にこの地で進化。 発展を遂げてきた。今日では、ねぶたという祭りの類型は、南関東や北海道にも拡散している。ねぶたと呼んで、かな表記するのが、最も広く知られる表現であるが、ねぶたと呼ぶ地域も多く、中には、漢字の当て字で、ネータ桁タと記して、ねぶたと読み習わす地域もある。また、かかる祭事は、ねぶた祭り、ねぶた祭りともいい、通称ではあるが、 当事者もこれを正式に用いる。加えて、ねぶた祭りで使われるなし道路を指して、ねぶた、ねぶたということもある現状では、混同されることもいた仕方ない。発音は、共通しており、ねぶた、またはねんふたが用いられることが多い。全国的に有名なのは、青森ねぶたと広崎ねぶたである。これらは、1980年に、重要無形民族文化財に指定されている。 以下、青森県のねぶたを中心に記載する。青森県では、8月初旬頃に行われ、大勢の市民が、ラッセ、ラッセ、ラッセラー、ヤーヤドウ、ヤーレ、ヤーレイヤ,レイヤ等の掛け声とともに、武者等を、片切った人型や武者への描かれた扇型の、ダしシ道路を引いて、街を練り歩く。昔は、最終日の旧暦7月7日の朝に川や海へ行き、 出シ道路や体を洗ったり、出シ道路を流したりしていた。青森市の青森ねぶた、弘前市の弘前ねブた、五所川原市の五所川原立ねぶたなどが有名で、ついで、黒石の黒いねブた、津軽市の木造ねぶた、日向市の日向はねタ、た、む市の大港ねぶたなどがある。その他、ねぶた発祥の地の一つとされる、浅虫ねぶたや津軽地方、 下北半島の各市町村でも行われている。さらに近年では全国で地域の祭りとして広がりつつある。特に関東地方では阿波踊りなどと同様イベントの一つにねぶたを取り入れている祭りが増加している。長崎県五島列島福江島でも行われている。ねぶた、ねぶたの語源には諸説あるが、ねぶたし、ねむの木、七夕。 にふラなどに由来する説がある。青森市青森市周辺と下もたが、ねぶたなのに対し、弘前市を中心とした津軽地方では、ねぶたと呼ばれるところが多い。ねぶたの起源にも諸説あるが、みそぎ払いに由来するという説が現在では有力である。さらに、女災行事としての眠り流しや星祭りの一つである、七夕、仏教行事と集合した民族行事、 お盆など様々なものから影響を受けて現在のようになったと考えられている。祭りつくば柏根豚東北地方の観光キャンペーンイベント等で不定期に行われているものも多々存在するが、本校では毎年開催されているもののみを記載する。ありがとうございます。